現在の世界情勢を考えると、沖縄県嘉手納基地での戦闘機訓練が激増している。今回は、対中政策での嘉手納と F-35B 戦闘機が飛来している状況を詳しく。ロシアと中国とすぐ隣にある日本は、戦後最大の緊張状態に向かっています。沖縄メディアは、ウクライナ侵攻を取り上げている記事は一つもありません。どういうことなの尖閣についても、中国の海警局が侵入していることも合わせてです。2022年2月24日に、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が実際に発生してしまい、連日、この戦争をめぐる進捗が世界の耳目を集めており、兵力、装備で勝るロシア軍に、いかにウクライナ軍が抗戦を継続できるのかが注視されている。すでに、3月8日時点で、開戦時より10日以上が経過し、ロシア軍の進攻速度は計画よりも遅延しているとの見方も多いが、多大な被害を被っているとされるロシアのプーチン大統領も強硬姿勢を崩しておらず、予断は許さない。このウクライナ戦争は21世紀においても大国間の直接戦闘が起こり得ること、戦争目的が平和維持であるとのロシア側の主張が臆面もないこと、核保有国たるロシアにはアメリカをはじめ、NATO 加盟国も慎重にならざるを得ないことを再認識させた。そのため、かつては、ウクライナと同じく、旧ソ連の一部であった、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国や、旧ソ連の勢力下に置かれ、今も国境を接するポーランドなどは、危機感を強めてはいるが、ウクライナとは立場が異なる。これらの国は、現ロシアと隣接しているが、すでにヨーロッパの経済、政治共同体である EU と、強力な軍事同盟である NATO に加入済みであり、かつての旧ソ連時代に、それを構成する2番目の主要国で、未だ、いずれにも、未加入のウクライナは、単独で対峙中である。現在のウクライナのゼレンスキー政権をはじめ、同国の親西側勢力は、これまでも、特に軍事同盟としての、NATO への加盟を果たすことで、ロシアからの軍事的圧力の回避を目指していたが、正直、NATO 側が歓迎せず拒んでいた、感は否めない。それは、ロシアが、ウクライナを、その国家としての、経済的な規模や、地政学的な位置、そもそも、歴史的にも、自国の一部だと見さしていることに起因していると思われ、NATO に同国を加入させることは、いたずらにロシアを刺激することにつながると見ていたからだろう。ロシアから見れば、逆に、かつての新ロシア政権時代のウクライナに戻し、自国の勢力圏を復活させようと、躍起になっており、東部の新ロシア派の住民の保護を名目として、これを実現するためには、軍事作戦が必須だったと、強弁している。すでに、2014年に、クリミア半島を併合したロシアは、同地でも、ロシア系住民の多数決によって、これを決したという体裁を崩しておらず、今後も、ウクライナの親ロシア派住民を利用して、その支配を確立しようと、行動を続けるだろう。こうしたウクライナをめぐるロシアの考え方、手法は、台湾を核心的利益と位置づける中国にとって、この上ないモデルケースとなる恐れが指摘されているが、中国自身は、もっと強硬に、自国の内政問題だと言い続けている。そんな現状にあって、日本のアキレス腱になりそうなのが、沖縄であり、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛を担う拠点として、在日アメリカ軍基地や自衛隊基地が、多数置かれ、軍事上の要衝として、今日を迎えている。状態にある。しかし、沖縄は、太平洋戦争で、激しい地上戦が行われた島であること、
その後1972年に日本に返還されるまでアメリカ軍の統治下に置かれ続けたこと、それによるアメリカ兵の犯罪被害を被ったことなどが絡み合い、住民感情は複雑だとは思える。沖縄が太平洋戦争以後に辿った苦難の歴史を鑑みれば、戦後の日本のマスコミで長らく大勢を占めていた反米士官、反日士官が根強かったことは想像に難くないが、それでもこの21世紀に入ってからの日本全体の傾向からは大きな齟齬を禁じ得ない。特に沖縄のマスコミはそうした思考が顕著だと思われ、今回のロシア軍のウクライナ侵攻を受けて日本の多くのマスコミが前述のような中国による台湾有事の発生を危惧する中で、かなり毛色の異なる主張が垣間見えている。それは、端的には、今回のロシアのウクライナ侵攻を受け、それが、当初のロシアの想定よりも苦戦しているという点までは、認識を等しくしているが、きれゆえに、中国は、その困難さを痛感しており、台湾への軍事侵攻には、逆に慎重になっているとの見方だ。ここまで、同一の事象、つまり、今回は、ロシアのウクライナ侵攻という、軍事的な脅威の発生ではあるが、これをめぐって、今後の中国の動きがどうなるかという点について、楽観視した意見を出されると、あまりの落差に呆然としてしまう。さらに、もし、仮に、中国が、台湾への侵攻を考えた場合には、沖縄のマスコミに、顕著な傾向の主張として、同等に、アメリカ軍や自衛隊の基地が存在するゆえに、攻撃対象にされてしまうのだとの指摘があり、これらの基地さえなければ、戦争に巻き込まれないと言わんばかりだ。3月6日付の沖縄タイムスには、ウクライナには、多数の地下シェルターがあり、ロシア軍の攻撃から、住民らが避難することが可能だとする記事を掲載しているが、これが、かつてのアメリカと旧ソ連との冷戦時に核戦争を鑑みて作られたことには触れられていない。そのため、あたかも、こうした地上戦の正規の可能性を考慮して、ウクライナ政府が住民の保護を最優先して、事前に備えを施したかのような文脈で語られているが、それは、今の侵略者である旧ソ連、現ロシアの支配時代に、アメリカからの核攻撃を恐れて作られたものだ。確かに、沖縄には、住民の避難用の地下シェルターなど、ほとんど皆無であることは事実ではあるが、これは、沖縄に、特有ではなく、日本全国がそうであり、むしろ、核戦争に日本が遭遇することなど、ほとんど想定しなくて済んだという、ある種の平和さの証明でもあるだろう。されそんな沖縄だが、ロシアのウクライナ侵攻以前の2月19日から21日にかけて、アメリカ本土アラスカ州のイールソン空軍基地より、在日アメリカ軍の嘉手納基地へと F-35 ライトニング2A 型が合計12機飛来したことが確認されている。嘉手納基地には、かつて、2017年10月からおよそ半年間ほど、今回と同様に、アメリカ本土、ユタ州のヒル空軍基地所属の F-35 ライトニング 2A 型12機が、一時的に配備されたことがあったが、この時以来の同期の沖縄入りとなった模様だ。また、こうしたアメリカ軍の動きとは無関係とされているが、青森県の三沢基地に所属する航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型4機も2月28日午後に那覇空港入りをしており、こちらは胴体単独での訓練にて飛来したとされている。こうしたアメリカ、日本の両国の F-35 ライトニング 2A 型が沖縄に飛来した目的は、無論、中国軍への牽制が最大の理由だと考えられているが、これを報じる
沖縄のマスコミの大半の姿勢は、その騒音を問題視するという報じ方をしている。在日アメリカ軍の嘉手納基地のある嘉手納町では、2月25日の測定で F-35 ライトニング 2A 型の発した騒が90デシベルを超過。嘉手納町基地対策協議会が3月1日に同様の調査を行った際には100デシベルを超過したしたと記事にしている。確かに住民からしてみれば騒音が低いに越したことはないことは理解できるものの、言い方は悪いかもしれないが、こうした個人的なレベルの問題ではなく、どの国がそうした指摘で利益を得るかを考慮すれば、おのずとその意図が透けて見える気がしてならない。